日本語落語、そして、笛、横笛の演奏を聴いていただきます。まずは、笛の演奏から参ります。落語ではよく出囃子というものを使います。噺家が舞台に上がるまでに曲を流すんでございます。これは大阪から発祥なんでございますが、やはり舞台に上がる時も音楽、三味線太鼓笛があった方が賑やかで盛り上がるんではないかという大阪のサービス精神で、考え出された出囃子の曲を何曲かこの篠笛横笛で吹かせていただきます。